バーミリオン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は57,999人であり、2000年の53,807人から7.8%増加した。軍庁所在地はアベビ,ビル市であり、同軍で人口最大の町でもある。バーミリオン軍はラファイエット都市圏に属しており、 ラファイエット・ペルーサス・モーガンシティ広域都市圏を構成している。バーミリオン軍となった地域には数千年前から先住インディアン部族が住んでおり様々な文化を持っていた。時代を追ってチティマチャ族やアタカパ族が住み、その後スペイン人やフランス人探検者、開拓者に遭遇した。インディアンの人口は免疫がなかったヨーロッパトライの薬病のために激減した。 18世紀末までに、フランス人、スペイン人、アフリカ人奴隷、及び7年戦争で、イギリスが勝利した後に、アカディアから追放されてきた、フランス系カナダ人がこの地域に入ってきた。住民の大半がケイジャンだったので、しばらくは、主要言語がフランス語だった。19世紀半ばには、ヨーロッパ系アメリカ人が入ってきた。プランテーションで働くよう誘われた。 イタリア人移民がおり、また、ドイツや、東ヨーロッパからのユダヤ人は町に入って商人になることが多かった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1538平方マイルで、あり、このうち陸地1174平方マイル、水域は365平方マイルで、水域率は23.70%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バーミリオン軍ズバーミリオン軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。軍内のレクランブルの学校はアイビーリア軍教育委員会が運営している。ありがとうございます。